はいどうも T シャツコンカラス、今回は今日はこちら。今日はですね、明日からですね、周年復刻セレクションが来るということでね、こちら紹介していきたいと思います。ということでね、まあ画像があるんですけど、こんな感じ。こちらですね、過去の周年。まあこの画像で言うと、5周年と6周年のガチャで出てたやつが復刻するみたいですね。まあこれがですね、シリーズとしては、なんか英語のやつ。あえて読みませんでしたけど、英語のやつと、あと6周年の黒のエージェントシリーズかな、こちらが出るということで、こちらがですね、まあ、図鑑から見ることができるんですけど、まず5周年ですね。5周年がこちらかな、これね、このシリーズね。まず一つ目としてはこのシリーズ、これがですね、まあ全部で金枠が2、4、6、7個ですね。7個あると。いや、この衣装ね、めっちゃ可愛いんだけどね、ゲットできなかったんですけど、めっちゃ BGM でかいな。はい、これね、これ欲しかったけどね。あと竜とか、この竜もいいよね。あとガトリングだったりとかがまあ入ってるガチャですね。で、一応こちらはですね、コンプリート報酬がありまして、これ全部この中のアイテムを獲得すると、待機所で乗れる竜がゲットできますね。こちら一応僕は7分の4になってるんですけど、まあ無理かな、あと3つ。厳しいかなって感じなんですけど。で、あとこっちもね、出るみたいです。こっちはですね、まあ衣装。まあこっちの衣装は可愛いかもね。うん。これね。でも人気なのはこれかな？これ持ってなかったか。はい、これね。はい、こちらですね。ちょっと音でけえの。下げるか。音でかすぎんな。まあ、あとはパラシュートだったり、この虹のやついいよね。虹の M4 と虹の AW が入ってるやつですね。このシリーズが5周年ですね。はい。で、6周年の方が、こちらですね。うん。黒のエージェントシリーズということで、まあ、一応このさっき見せた画像にはセダンしか書いてなかったんですけど、この辺も手に入るのかなと思うんですけど、まあ、実際でもね、この黒のエージェント M4 がマーケットにあるので、ちょっとこれが出るかどうかはちょっと怪しいとこではあるけど、これは出ないかもね。他のスキンとかは出るかもしれないですけど、これちゃっかり持ってるな俺。はい、とかね、こっちはほとんど僕持ってないですね。うん、ほぼ引いてないので、まあこの辺も出ると。まあ、言ってた車がこれね、黒のエージェント、これはまあ出ると言われてるやつですけども、この MP はでも地味に欲しいな。これかっこいいからね。はい。で、こっちもね、実はこのガチャも2種類あって、この飛行船ですね。というか戦闘機か。これもマーケットにあるから、ちょっとどうだろうな。ちょっとわかんないですね、この辺が。で、まあ、P90 とかね。こっち結構持ってんな、意外と。はい、まあこんな感じとなってます。この衣装持ってたわ。はい、このあたりがね、復刻すると言われておりますね。で、これ1段と2段の図鑑をコンプリートすると、オブジェ黒のエージェントがもらえるみたいです。これ、どっちもコンプって相当えぐいけどね。はい、こんな感じで、明日からね、10月の18から31日まで来るみたいなんで、まあ一応周年と被ってますので、まあ、どうしても欲しいものがあったら、一応ね、昨日の動画で、そのね、新しい周年のイベント詳細をね、言ったんですけど、バインド金券とかももらえたりするんで、まあこちらのね、新しい方ではなく、復刻の方をね、引いてもいいのかなとは思います。で、昨日の動画で、金車の配布があるって言ったんですけど、それでね、すごい考察班がいまして、考察班というか、この車のシルエット3つがね、あったと思うんですけど、それがですね、ちょっと画像をお借りするんですけど、こんな感じ。これなんじゃないかっていうね、予想がされてました。一つ目、このちょっと特徴的だったやつが、流星ってやつですね。二つ目、ケーニングセグ。で、もう一つがマクラーレンセナ。セナではないか、普通のマクラーレンか。っていう感じで予想されてました。確かにね、シルエットめっちゃ似てる。流星ってどれだろうな。あ、これですね。なんか持ってたわ、俺。なぜか持ってた。シーズン21の、バトルパスの車かな。なんか持ってました。はい。流星。これかな。まあ、そこまで多分強くはないかもしんないけど、金車とか持ってない人からしたらありがたいかもね。うん。で、クーペが、ケーニングセグですね。ケーニングセグはめちゃくちゃ初期のやつ。これね、俺も金枠のスキン持ってない人はありがたいと思いますね。はい。マクラーレンは、どれかな？これかな？マクラーレン。はい、こちらですね。こちらもクーペか。まあ、多分マクラーレンはいろんな種類があるので、これとかね、これとかの説もあるけどな。マクラーレン。まあ、何かしらのマクラーレンっていう説はありますね。うん。マクラーレン結構種類あるからね。まあ、言ったらセダンのマクラーレン説もちょっとあると思うけどな。まあ、マクラーレンというか後輪か。ちょっと違うかもな。どうだろう。まあ、微妙だな。これじゃないかもね。
はい、ということで、その配布、ランダムでもらえるやつはこの3つから、もしかしたらね、どれかランダムで金枠もらえるのかなって感じですね。俺は熱いな。普通にね、金車とか持ってない人からしたら、かなりありがたいイベントなのかなって感じはします。はい、ということで、明日からですね、周年復刻ガチャが来ると思うんで、まあ、ちょっと僕もね、どんな感じか次第では、気持ちちょっと引こうかなと思います。気持ちね、うん、わかんないですけど、引かないかもしれないですけど、まあ、ちょっとガチャが来て、どんな感じかを見てから引こうかなと思います。はい、ということでね、周年復刻ガチャ明日から来るんでね、欲しい方はぜひゲットしてみてください。まあでも言うてもね、新しいガチャ、その7周年のガチャが26日から来るので、まあ、ちょっと様子見してもいいかなと思いますね。はい、ということで今回、周年復刻セレクションが来るということで紹介させていただきました。ということでよかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。